ですね。おはようございます、遠蔵です。今日はね、本栖湖から龍ヶ岳に挑戦しようと思います。さあ今日はね、早速買った DJI マイクを使っています。ミニです。さあ今回はね、 DJI マイクミニのテストをしていきます。さあこれがね、 10g なんといっても軽量でね、登山に向いてそうだなと思ったのでね、買ってみました。ずっとマイクね、欲しかったんですけどね、まあ、我慢してた感じですけど、今日ねどんな音で撮れるか楽しみです。はい、今口元でね、こう DJI アクション5で撮ってるんですけど、早速ね音声撮っています。これね、ちょっと設定知らないんでね、適当にやってますんで、まあ、後から勉強します。この本体で収録されているのか、このマイク1なのか分かりませんけど、どんな音でしょうか。音の入りはいいでしょうか。さあこっちにも駐車場がありますね。右は本栖湖。これはね、Vlog が楽しくなりますね。ただね、これ小さいんでね、これなくなりやすいのでちょっと注意ですね。さあ今からね、マイクのテストしてきます。今は結構近いですけど、声聞こえているでしょうか。さあ離れていきます。今何メーターかな、4メーター3メーター離れています。こういった感じでね、やっぱ自分が撮影してるとね、音が離れた人の撮れないんで、こういった撮影が可能になっています。なんかね、2人でやるときはね、効果抜群じゃないでしょうか。さあこんな感じです。いいですかね、声聞こえてますかね。本当は青い空、今日はいい天気。さあ通常の位置に戻りました。スミカキャンプフィール急だぞ、これ急だぞい。脱いだ方がいいかもしれない。さあ2時間半目指して登っていきます。水ならの巨木、すごい巨木だわ。さあ本栖湖も見えます。さあこのマイクはね、ちょっと大きい声出すと、なんだかクリップ機能があるってことでね、音割れを防止少しできそうなので、ちょっと今から急に大きい声出します。あ、聞こえますか。大きい声出しましょう。あ、まあ自分声小さい方なんでね、音割れはしないですけど、今普通ぐらい。どうですか。大きい声出すよ。ちょっとおかしい人なんで、もうやめます。音割れあったでしょうか。普通なら割れてそうですね。あとね、画面の上にね、緑のこのバーがね、インジゲーター出てるの分かりやすいですね。2つが接続されているのが一目瞭然。はい、ではね、龍ヶ岳の分岐右に行きます。さあね、今ね電源1回落としてすぐに立ち上げたんですけどね、自動接続されます。これは便利です。さあ今のとこね、くの字のあまり好きじゃないコースですね。あー、本栖湖が結構下になってきました。1時間ぐらいかな、スタートから。いいですね。うわ、いいな、なんだこれ、伝わらんけどいいんですよこれ。わかります、牧場っていうか、何、湿原、やばいぞこれ。
来た人しかわからないやつ。あとね15分で分岐ですけど、そこにね少しオアシスがありますよ。すごいおっとなるね。うわ、なんだこれ、目の前に富士山はやばいでしょう。こんな綺麗な富士山見えんじゃないかな普通。いいよ、明日から頑張れますよ。さあこっからね富士山が見えたと思ったらの稜線ですよ。これいいっしょ。そして富士山、富士山綺麗でしょう。あ、こっち雪山。やば。いやね、YouTube 公開しません。そんな動画になりそうです。だんだん高くなってくる。ささささ。はい。じゃあそれではね、龍ヶ岳の方向かっていきます。鼻歌。あ、もうトスコも見える。バイバイ。これからのこれ、うわ、なんだこの、こんな尾根は見たことねえぜ。すごいわ、富士を横に尾根を歩く、名付けて富士尾根だな。これはやって、これはね麓っぱら越えとると思う。普通にいいと知らなかった。まあちょっと残念なお知らせ1個、後悔です。今日はカメラを持ってこなかったんですよ。今日は絶対いる。ここら辺は登頂しました。やった。さあ到着、早々お昼にしたいと思います。完熟トマトのスープパスタ、はい、できました。年越しそば前そば、いただきます。さあ続いてこっちの雪山見ようかな。ちょっと裏の方行ってみます。あー、けなし座うわー、あれもまあ抜ければ。あー見えるじゃん。今ね風がちょっと強くてウィンドスクリーンこのしてるんですけど、音どうですかね。ウィンドスクリーンからの音、風切り音どうですかね。はい、ということでね今日は龍ヶ岳富士山が見える登山をやってきました。めっちゃ綺麗でね、青空もう完璧ですね。あ、富士山も見れて大満足です。それではまた。
じゃじゃーん、富士宮焼きそば。おいしい。これいい。うまいわ。